この味噌がね全体に行き渡るような感じ、これね重要です。驚くべきコストパフォーマンスですよ。はい、どうも、料理のお兄さんリンです。イエイ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 、橋本です。ということでですね、今回はですね、まだ年明けなんですけども、左つまみを作っていきたいかなっていうふうに思います。今回作るおつまみはですね、なんとですね、悪魔の壺もやし、悪魔の壺シリーズをねやってるんですけども、これがですねパンチのある味わいでですね、めちゃめちゃうまいんですよ。そしてボルニャということで、今回はですねもやしを使ってですね、包丁もほぼ使わず、レンジを使って火も使わずですね作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。それでは材料説明いきたいと思います。まずもやしですね、200g、 250g とかで売ってるやつもあるので、200g にしてください。まあ 250g 使うんであればもう少し濃くしてください、味付けを。お味噌小さじ2、醤油小さじ1、ごま油小さじ2、一味唐辛子小さじ半分、塩2つまみ、ニンニク好みです。今回1個使いますけども、はい、大事だ大事だ、味のこと、これで味がバッチリ決めます。隠し味にこれハイボールを、はい、用意してください。はいはい、ということでね、やっていきましょう。はい、じゃあ隠し味のハイボールを最初に僕に入れていきます。はい、やる気スイッチですね。今回はね、火も包丁も使わないのでハイボール飲んでても全然平気です。まずもやしなんですけども、洗いましょうか。これざっくりでいいです。水気、これ大敵なのでよーく切ってください。これとですね、まあ僕の一番よく使ってるこの四角い、かなり年季の入ってる耐熱容器に入れていきます。廃棄になっちゃうもね、全然平気なんで、廃棄になっちゃうも全然平気です。ラップしちゃえばね全然平気ですから、これ、あの全然お皿とか丼とか何でもいいです。これ600W、3分半、パンパンパンチンします。はい、じゃあできましたよ。3分パンチンしました。これね、熱いの、チチチチチ、皆さん熱いので気をつけてくださいね。ラップ開けるときはね、奥側からパッとやると、ここでこっからバーッと蒸気が出るんですよ。こうやってやると自分にもろ蒸気かかってきますからね。ザルにあげます。あと、もやし熱々なんですよ。かなりね水分持ってるんですけども、水でこう冷やすというんですかね、こんな感じで。今回はね、副菜で冷たい冷菜なので、もやしはね冷やしちゃって大丈夫、冷たくしちゃう、こんな感じになります。もうね完全に火が通ってしなしなになってますね。でギュッと絞ります。はい、水気を。もやしってね、もう90何パーセント以上がね水分なんですよね。なのでこれキュッとします。こんなに縮まっちゃうんですよ。ほら、こんなに出るんですよ。キュッと絞んないとこれが全部タレに絡まって味が薄くて全然ハイボール進まないので、これ必ずやってください。ビシャッとなんなくてちょっと乾いてきたなっていう風になったら、もうこれで味付けいきますね。さっきのもやしね、入れていきます。まずね、お味噌、はい、お味噌、まあ醤油、まあ、もう全部入れちゃっていいや、はい、全部入れよう。ごま油ね、味噌でコクと味をつけて、醤油で香りと味をつける、ごま油で香りとコク、唐辛子して旨味とね辛さですよね。辛味って大事ですからね。僕はニンニク大好きなんですけど、まあ、この量だと、まあ、大体このちっちゃいニンニクで半分ぐらい、はい、で好きな方はもっと入れてくださいね。一番大事な大事な味の素ですね。1、2、3、4、5、6、7振りしてください。はい、よーく混ぜて、混ぜるときにこのお味噌がね一箇所に固まりがちなので、よーくね混ぜてください。よーく混ぜて、この味噌がね全体に行き渡るような感じ、これね重要です。あー、ちょっと待って、めっちゃいい匂いしてきた。めっちゃいい匂いしてきた。生のニンニクとね、ごま油とね、この味噌の香りがねすごい香るんですよね。ちょっと我慢できなくて飲んじゃいましたね。ほら、ワクワクすっぞ。味見し合いいきましょう。はい、もうちょいお塩ですね。足んないなっていう方はお塩、はい、僕のレシピだと2つまみって書いてあるんで、2つまみもちょっと入れちゃいます。副菜とかで出す方はこのお塩入れなくても全然平気です。盛り付けにいきたいと思います。混ぜ合わせた、もやしちゃんをこれをここにね入れていきます。驚くべきコストパフォーマンスですよ。非常に美味しいのでね、これね、いりごま、材料説明なかったんですけども、いりごま、これがあるとね見た目が違いますね。あと香りもちょっと違います。いりごまを振るときにちょっとね指で押してこうパリパリしながら、かけるとですね香りがよく立ちますんで、そうするとねごまの香りすっごい立ちますので、悪魔の壺もやしの完成でございます。はい、それではできました。食べてきて、いただきます。はぁ、もう一杯。
この味、はあ、めちゃめちゃうまい。味がガツンと決まりますね、これね。味の深みがね、味の素なんですよね。これ入れないと絶対ダメです。私はとても後悔しております。1品目にこれを選んでしまったという事実がね、なぜかというとお酒が進みすぎてしまうと。味変でちょっとラー油、もっと辛いのが好きな方ラー油入れていただいてもいいですよいただきます。辛さと香りが立ちますね。味付けが結構しっかりしてるので、ご飯もいけちゃうんですね。もやしでご飯食べたことありますか？意外と合うんですよ、シャキシャキっとした感じがね。味の素って味噌とかお醤油とか、そういった調味料と非常に相性がいいです。皆さんにもぜひこの美味しさをですね、体験していただきたいですね。なのでですね、ぜひ皆さんもやってみてください。美味しそうに見えます、はい、そして手についた、この手についたセサミの香りで、うまっ。